2011 任天堂 3DS 体験会にご来場いただきまして誠にありがとうございます。ただいまよりこちらのステージでは任天堂 3DS 本体内蔵ソフトのミースタジオ、そして AR ゲームズをご紹介いたします。皆様どうぞ会場の前にお集まりください。任天堂 3DS には買ってすぐにお楽しみいただけるようあらかじめ本体内蔵のソフトが入っています。今回のステージではその任天堂 3DS 本体内蔵のソフトの中からミースタジオ、そして AR ゲームズをご紹介していきたいと思います。なお任天堂 3DS の立体映像は本体でしかご覧いただくことができません。どうぞ皆様あらかじめご了承ください。さあそれではここでミースタジオと AR ゲームズの機能紹介を一緒に進めていただきます。皆さんお待ちかねのゲストのお二方をご紹介したいと思います。スリムクラブのお二人です。よろしくお願いいたします。さあ皆様大きな拍手でお迎えください。皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。今日は見に来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。今度、僕らが皆さんの見に行きますんで。何を見に行くんですか。はい。ちょっと盛り上げてね。そうですね。行きますんでよろしくお願いします。お願いします。じゃあ、歌いの、あれじゃないの。あれですか。はい、いいともみたいに、いいともみたいに行きましょう。じゃあ、じゃあ皆さんいいともみたいに拍手をして盛り上がりますよ。行きますよ。せーの、拍手。いや、もともと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 後ろ、もともと、もともと、もと、行きますよ。せーの。あ、気持ちいい、素晴らしいですね。素晴らしいですね。で次ちょっとレベルを上げまして、はい。ゲーマーの方もいらっしゃると思うんで、はい、手のテクニックがすごいですよ。最後パン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 パパンパパン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 でいきましょう。いけますか。いけます、大丈夫です。皆さんそういう方々の集まりです。じゃあお願いしてもいいですか。はい、いきましょう。せーの、拍手。また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 、いきましょう。せーの。ありがとうございます。全然いいですね。いいですかね。いや、カメラさんもいっぱい来てくれてますね。はい、いろいろテレビ出たいですね。いやー、まあ出たいですね。はい、ちなみにどんな番組出たいですか。あ、クイズミリオネアとかいいですね。いいですね。お金もいただけるので最高ですね、お金。じゃあちょっとやってみません。はい、はい、お願いします。さあ今週も始まりましたクイズミリオネア。では早速最初の挑戦者どうぞ。はじめまして。あの、ではまずお名前を教えてください。お名前を教えてください。テレフォンで。あなたの名前ですよ。テレフォンで確認します。もしもし、裕次郎だけど。裕次郎だろ。あった、裕次郎でしょ。あの、問題に行きますよ。第一問、ことわざです。1円を笑うものは何。どうぞ。1円を笑うものは100円で爆笑。本当にそれでいいんですか。ドキドキしません。
何がですか。100円で爆笑する人に1万円見せたらどうなるか。独特するか。もういいよ。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。登場して早々とっても楽しいステージでしたね。ありがとうございます。さあ、話題がたくさん起きてましたね。はい、さあ改めましてご紹介させていただきます。スリムクラブの前田さんと内間さんです。はい、よろしくお願いいたします。ちょっと間がありましたね。内間さんの間ということで、ね、お姉さんもね、はい、スリムクラブみたいに間を取ってくれるんですよ。はい、今日は間、はい、を活用しながら進めてまいりましょう。はい、では早速進めてまいりましょうか。はい、会場が盛り上がったところで、はい、さあでは皆さん、はい、お待ちかねの早速、はい、進めてまいりたいと思います。はい、さあ早速なんですが、スリムクラブのお二方は、はい、普段ゲームってされるんですか。はい、僕は本当にめちゃくちゃやりますね。あ、めちゃくちゃやるんですか。いわゆるゲーマーで、はい、家でもやりますし、もう移動中、移動が多いんで、もう DS とかめっちゃやってますね。じゃあ移動でよくされるってことは、今とてもお仕事お忙しいと思うので、ほぼ毎日。そうです、毎日やってますね。本当にちょうど本当息抜きになるんで。あ、そうなんですね。はい、ゲームからいろんなアイディアも浮かびますし、本当ゲーム大好きです。あ、じゃあ、実は私より詳しいんじゃないですか。はい、そうですね。はい、では、もし困った時は、はい、司会変わっていただこうと思います。はい、もう小学校の時からもうずっとね、はい、ファミコンやってたんで。ああ、そうなんです。そこからもうずっと途切れることなくやってます。はい、はい、期待しています。はい、では内間さんはいかがですか。はい、僕は今までに10回ぐらいしかやったことないですね。いや、理由があるんですよ。うちの親に買って与えられなかったんで。あ、もうそういう物心の時にゲームから離れてしまったから、今こういう自分が今あるんで、今日はぜひ楽しみたいと思いますね。いろいろなゲストの方がいらっしゃいますのでね。はい、はい、でこの大丈夫ですか。さあ、このですね、2月26日に発売予定のこの Nintendo3DS なんですが、はい、専用のメガネがなくても、はい、立体的にゲームを楽しむことができるんですよ。これすごいですね。はい、普通ね、なんかかけてね、普通に体験する裸眼で、裸眼で楽しむことができるんです。はい、そしてその Nintendo3DS 買ったその日からなんとすぐに楽しむことができるんです。うわー、はい、すごい。本体内蔵のソフトの中から、今回はミースタジオと AR ゲームズご紹介させていただこうと思います。ミースタジオと AR、 はい、はい、AR ゲームズです。はい、では早速進めてまいりましょう。じゃあまずはですね、ミースタジオについて機能をご紹介させていただきます。 Nintendo 3DS 立体映像は本体でしかご覧いただけませんので、その点皆様ご了承ください。さあ、 Nintendo 3DS ではWii と同じく Mii を作れるようになりました。いろいろな顔のパーツを組み合わせて、自分自身、そして家族、はい、そして仲のいいお友達の分身として Mii、はい、という似顔絵キャラクターを作ることができます。あの Wii であったやつですよね。はい、そうです、そうです。はい、それが Nintendo 3DS でも作れるようになりました。そしてこの Mii スタジオで作った Mii は Mii 対応のソフトでなんと使用して遊ぶことができるんです。さあ、スリムクラブのお二方、はい、ミーってもちろん、はい、僕は存じてます。ご存知です。笑ってます。今日初めて聞きました。あ、え僕は存じてます。ウィー持ってるんで、ウィーで作ってやってました。じゃあ二人分ちょっと頑張ってください。これさ、あまり彼に話しかけないでください。そうですね。やる気はあるんですけどね。困った時目で訴えてください、ね、わかりました。ちゃんと振らないので。はい、はい。さあ、このミーなんですけどね、はい、ミーなんですけどね、今度は 3D、Nintendo 3DS で作って、はい、ミー対応のソフトで使用できるようになったわけなんですが、はい、今回はせっかくですのでね、はい、皆さんにご覧いただきたいので、この Nintendo 3DS を使いまして、はい、ミーを実際にここのステージで作っていただこうと思うんですよ。はい、で、なのでどちらかに作っていただきたいのが、はい、じゃあ、はい、僕はもともとゲームとか詳しいんで、そのなんだろうな、やったことあるんで、できるかもしれませんけど、素人の彼が、はい、ね、どれぐらいできるかっていうのをちょっとやってみましょうか。いいですか。はい、じゃあ僕がやります。はい、頑張りましょうね。はい、頑張ります。ちゃんと、はい、私ついてますので、ね、じゃあお願いします。はい、フォローお願いします。はい、では早速ミー作りを始めていきましょう。はい、
ではまず始めていきます。はい、さあ私がこれから操作するものはですね、皆さんこちら、あ、すみません失礼します、はい、大丈夫です、呼んだわけじゃないんです、はい、あの後ろのモニター見てあのご覧いただくことができますので、この後ろの画面見ててくださいね、はい、ではミーを作る選択します。さあこの任天堂 3DS なんですが、このミースタジオにはですね、なんとカメラを使って写真を撮影してミーを作るお手伝いをする機能が増えたんですが、そうなんですね、相づち、相づち上手、立ち位置変えましょうか、もう6番に行きますわ、はい、あ、喋りやすいです、はい、今日いる俺、はい、はい、追加されたんですが、カメラで写真を撮って、はい、どこまで言いましたっけ、はい、追加されたんですが、はい、その写真を撮ってその写真をもとにミーを作れますのでね、はい、今までミーを作るのがとっても、まあ、苦手だなというか、まあ、作ったことない方でも、はい、より気軽にミーを作れるようになったんです、はい、写真である程度フォローしてくれるんですね、はい、そうなんです、そうなんです、はい、なので今回せっかくですのでね、そのカメラ機能、はい、新しいカメラ機能を皆様にご紹介していきたいと思いますので、はい、このカメラ機能を使って作っていきましょう。はい、よろしくお願いします。ちょっとハードル上がってしまいましたが、はい、大丈夫です、戻ってきてくださいね、はい、教えていただければ、はい、ではまず写真を撮る前にですね、はい、いくつかの設定を私の方でやっていきたいと思います。お願いします、はい、では皆さんこちらご覧くださいね、うん、はい、写真から作る、はい、これは OK です。そして性別を選んでください。はい、男でお願いします。男ですか、もちろんそうですね、はい、では肌の色なんですが、はい、これ僕の色、これ何色ですかね、これ右から2番目ぐらいですかね、これぐらい、これぐらいでしょ、いかがですか、はい、かけて、さあ目の色、まあまあもちろん、ね、黒ですね、黒ですね、はい、さあ髪の毛の色、これも黒でしょ、お願いします、はい、黒、はい、いろいろあるんですね、うん、そうなんですよ。そして次、髪型なんですが、そうなんですよ、ミーを作る上で髪型ってとっても重要なポイントなんですが、これめっちゃ多いですね、そうそう、こんなね帽子かぶったりとか、おしゃれ、なんでこれでロックしてたんですか、ええ、なんですか、はい、すげえな、あ、今のこんな感じいかがですか、あ、これちょっと近いかもしれないですか、ね、ちょっとね、とりあえずこれで作ってみましょうか、はい、かけて、では撮影に入る際のポイントなんですが、はい、明るいところで撮ること、はい、そして眉毛が隠れないようにすること、大丈夫ですか、はい、大丈夫です、はい、正面から自然な、はい、自然な表情でお願いします。じゃあすっきりとした背景で撮っていきましょう、はい、さあでは、内間さん、はい、出番です、はい、わかりました、いいですね、ちゃんと合わせていただきました、カメラに、カメラの正面から撮るのでね、ちゃんとカメラに合わせていただきましたね、はい、さあではバトンタッチ、はい、いいですか、いいですか、はい、はい、あ、もう思った通りのこと今やっていただきました、絶対やると思ったんですよ私、これがいけないですよ、これが、まあ、すみません、はい、では気を取り直して、はい、気を取り直しましょう、はい、皆さん、はい、はい、そうですね、はい、ここですね、はい、まさかね、やらないですよね、まあ、こんなんじゃまたこれ CM オードリーさんに取られるよ頑張り時ですね、さ あ、もう少し前田さんに前に来ていただきましょうか、この時のポイント、はい、皆さん見てください、はい、モニター、頭の上の点線を頭、あの髪の毛のてっぺん、そして顎の点線を顎のライン、はい、はい、もうちょい前ですね、きっちりと、きっちりとこの下側、モニター画面のようにきっちりと合わせてください、もう少し前ですね、これぐらいですかね、はい、はい、いきますよ、自然な表情でね、はい、自然な表情で、3、自然な表情でね、2、1、はい、自然な、いいんじゃないですか、これ、うん、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか、いいですか、ね、さあすごい、今、はい、認識中ですね、じゃあちょっと、はい、めっちゃ綺麗だな、はい、では、はい、ここに、おお、すごい、すごい、これ似てる、似てますね、そうですね、笑ったりね、目をつぶったりしてると普段の顔と別の印象になってしまうんですが、今回 ね、きちんと、あ、写真から DS が考えてやってくれるんですね、そうなんですよ、よりね、こんなに簡単にすごいできるんですよ、じゃあこれ好きな顔を選んでくださいという項目が出ましたので、はい、この8つの顔の中から好きな顔を選んでください、内間さん、ではお願いします、はい、ありがとうございます好きな顔ですね、
これがやっぱり似てるんじゃないですか。じゃあこれいきましょう、はい、いきますよ。はい、はい、あもうね、あの今ね決定されてるあらかじめね、これはね、はい、じゃあ次へ、次へですね。はい、次へ、はい、お、はい、気になるところがあれば手直しをしてくださいということなので、なるほど、もう今のままでも十分皆さんね納得るの、垂れ目とか ね、花とか似てますよね、だと思うんですが、まあ、せっかくですので、ね、どこか気になるところ直していきましょうか、ね、手直ししましょう。じゃあ OK で、はい、どこ行きます内村さん。いろいろあるんですね。ああるんですね。そうですよ、いろいろ、ね、いろんなところを微調整することができます。髪型があったり、うんうんうん、ね、あとは、あ、眉毛か、眉毛、いろんな眉ありますね、はい、あ、目も、あ、目もか、今回どこを、じゃあ、鼻、鼻ね、ちょっと、うん、もう少し大きめじゃないですか。もう少し大きめ、もう少し大きめですよね。どうですか、皆さん大きく、はい、はい、これ大きくしたり小さくしたりすることもできます。いや、もうこの前、これす、ちょっとおかしいぞこれ。滑り台でこれも。難易度の高い滑り台です。いやもうこれでいいわ。これでいいですかじゃあ。はい、えーって。ちっちゃくしましょう。ちょっとちっちゃくしましょう。ちっちゃくしましょう。あ、優しいですね。ちょっとちっちゃくします。これぐらい。うん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 、上手上手。これがいいですか。ねえ。あれ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 。いやもうちっちゃくしましょう。ちっちゃくしすぎだこれ、もっと大きく、もっと大きく、ああ、わかりました、じゃあちょうどいいところですね、じゃあちょうどいいところですね、うんうんうん、これぐらい、うん、これぐらいですか、はい、いいですね、うんうん、大丈夫ですか、うんうん、いかがですか皆さん、他にもありますよ、はい、これもありますよ、例えば唇であったり、ほらこれね皆さんねお分かりかと思うんですが、うん、ほらいろいろなパーツが追加になってるんですよ、ね、そうなんですね、ピンより増えてますね、そうなんです、そうなんです、他にもありますよこれ、はい、他にも、まあ、ね、アクセサリー、メガネか、うん、メガネ、で、あ、はい、これ、そうそう、体型も選べますね、体型ね、体型ね、これ、まあ、はい、あ、これ身長かな、そうそうそう、身長を高くしたり見やすいようにここ立ったのに全然見ないなんか。まあいいわ、はい、ではどんどん次 A に、やっぱ身長高いんでね、高いんでね、はい、体型も、まあ結構ね、がっちりしてるから、はい、あ、これ、これぐらいかな、はい、いいんじゃないですか、がっちりしてると細くしたの、さあ、皆さんいかがですか、いいんじゃないですか、いいですかね、あ、ありがとうございます、じゃあ、これで似顔絵キャラクターのミーが出来上がりましたので、はい、登録していきましょう、はい、次へ押し て、ニックネーム、ニックネームですね、はい、普段、どう言って、どう言われてるんですか、じゃあ、私ですね、昔やってたキャラクターの名前が、はい、フランチェンでいきましょう、じゃあ、おぉ、はい、わかりました、フランでいきましょう、フランでいきますか、可愛らしくなりますね、名前。ヘラン。お前なんふう。ラン。うん。うん。決定ね。決定でーす。はい、ました。じゃあ登録。登録はい、登録しましょう。はい、いいですか、はい、はい、登録しています。じゃあ見てください。ほら、登録しました。出てきました。手振ってます。すでに変なのがいる。変なのじゃないですよ。歩いてます。変な人がいる。ポーズ取ってます。はい、こうしてね作ったミーはですね、ミー対応のソフトでね使用できるだけではなくって、はい、ホームページやブログに貼り付けたり、そして QR コードとしてお友達と交換することもできるんですよ、友達の 3DS に移動ができるんですね、そう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 、すごいな、でですね、はい、さあ頑張っていただいてありがとうございました、楽しかったですね、よかったよかった、はい、でこういう初心者の方でも全然できるんですよ、そう、こんなに簡単にミー作り楽しむことができるんですよ、はい、ね、彼ができるなら皆さんできますよ、ね、やったことない方でも簡単に作れます、はい、さあそしてですね、続きましての遊びなんですが、はい、この Nintendo 3DS ソフト内蔵の内蔵ソ内 Nintendo 3DS 本体内蔵ソフトの AR ゲームズをご紹介していただきたいと思います、はい、さあこの AR ゲームズはですね、これ、はい、AR カードと言いますが、この AR カードを使いまして、はい、拡張現実を使って不思議な世界を体験していただける遊びなんです、さあ今から早速この機能を使いましてね、はい、遊んでいただきたいと思うんですが、はい、拡張ゲーム すごいな、短縮しすぎ、はい、拡張現実を使ったゲーム、拡張現実、はいはい、では早速ミーを呼び出していきたいと思いますが、はい、どちらのミー呼び出しますか、さっきねもう2人ミー出来上がってますが、そうですね、せっかくだからじゃあ相方の呼びましょうか、はい、そうですね、はい、
では藤間さんの方、はい、大丈夫ですか、はい、呼び出していきましょう、はい、では操作ですね、はい、じゃあ呼び出していただくのは、はい、前田さんがやります。前田さんですか、はい、はい、ではこのか、この遊びをする際の注意事項なんですが、はい、この AR カードの表面を必ずカメラに収まるように注意して撮ってくださいね。はい、はい、ではお願いします。机の上に AR カードがあるので、はい、これを認識させて見てください皆さん。お、すごい、出てきた、出てきた、出てきましたよ。さあではですね、左の親指で丸いパッドがあると思うんですが、そのスライドパッドをちょっと動かしてみてください。スライド動かしていいですか。ええー、すげえ動く、すごい、すごいねえ、動きましたよね。じゃあ次は右の親指で A ボタン、はい、A ボタンしますよ。はい、いろいろ教えてください。こうポーズが変わるんです。いろいろありますよ。すげえ、おお、飛び上がった。ちょっとこれ、このままどこに向かってる。じゃあそれ次はですね、そのまま、Y ボタンを押してみてください。 Y ボタンいろいろ変えてみてください。あ、表情が、そうそう、表情がこれね、変えれるんです。あ、びっくりしてる。これめっちゃおもろいですね、本当に。あ、面白い。じゃあ、あ、写真これ。さあでは B ボタンを押していただきましょうか、はい、さあでは次はですね、ちゃんと飛んでる影も映るんですね。そうそう、影も作って、もうより現実的なんですよ。影が現実の世界に映り込んでるんですね。そう、めっちゃすごい。そうです、そうです。で、じゃあ内間さん、はい、次はですね、この手のひらをこちらにちょっとかざしてみてください。はい、はい、AR カードにかぶらないようにかざしてみてください。いきますよ。はい、はい、あ、行こう。あ、乗りました。しかもね、影もちゃんとついてきて楽しい。休憩休憩してますね。落ち着きましたね。落ち着いてる。これ面白いな、この遊び。ねえ、和みますね、この画像。不思議。さあでは写真撮ってみましょうかね、はい、このいいショットで。じゃあいきますよ。はい、ポチッと R ボタン押せばいいんですね。はい、チーズ。はい、チーズ。かわいいですね。うわ、すごい。ねえ、じゃあこの皆さんに今ご覧いただきましたこの Mii の呼び出し以外にも AR ゲームズではさまざまな機能の遊びをやっていただくことが可能なんです。この AR ゲームズ、会場内に体験コーナーご用意しておりますので、こちらぜひ皆様後ほど足を運んでみてください。んもういいですよ。あ、もういいですか。いや、面白すぎて、はい、めっちゃコップを眺めてる人みたいな、はい、さあではですね、続きまして、はい、AR ゲームズ Mii 撮影を使って、はい、ゲストのお二人にミーと一緒に写真撮影を行っていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、この AR ゲームズではカメラ機能を合わせて使用することで、はい、呼び出したミーを写真に残すことができます。はい、さあでは次は どちらに、あ、被写体どちらかになっていただきたいんですが、変えましょうか。そうですね、はい、相方さん、じゃあ内間さん、お願いします。いいですか。はい、座るだけなのでね。座るだけ、はい座るだけ、はい、座るだけなので、はい、はい、じゃあ座ります。はい、お願いします。さあではこちら、あ、私がじゃあ撮影すればいいですね。はい、はい、あ、すいません、 AR カードをすっかり忘れてましたね。渡してなかったですね。はい、失礼いたしました。こちらのカード、こちらです。カードですか。はい、カード、はい、お願いしますね。はい、じゃあこれは、あ、これはですね、はい、自分のお好きなところにちょっといろいろポーズ取っていただけますか。うん、それでそちらでよろしいですか。はい、はい、ではカメラで、はい、AR カードをカメラの画像の中しっかり収めてください。さあ皆さん、こちらモニターご覧ください。すごい、出てきてますよね。出てきてますよね。出てきてますよね。さあいろいろでは動かしてみてください。すごいベストショットですね、これ面白いな。はい、子供がめっちゃウケてますよ、もう。いろいろと。お前の横にお前がいるんだよ。すごいですね。いかがですか。表情変えたりして。じゃあいろいろポーズも変えて、はい、じゃあ写真撮ってみましょうか。いいですか、はい、ちょっと待ってくださいよ。ちょっとじゃあ、はい、ベストショットのところでね。立ててみよう、ちょっと。立って、寝かす感じか。あ、寝かす、うん、寝かし、そう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 。あ、すいません、見つからない。はい、出てきました。じゃあこれでいきましょう。はい、もうちょっと、はい、じゃあ身を大きくしてみます。ちょっと皆さんね、モニター映ってるんですか、見えにくいようですので、はい、これ何ボタン、はい、X ボタン、おお、来た
すげえ。あ、ちっちゃくなった。あ、大きくなった。すげえ。分身みたいですね、本当に。今同じ顔してますよ。めっちゃすごいな。はい、ではベストなところでポーズを決めていただいて。はい、じゃあ坊主は、あ、もうご本人ずっと同じ顔でね、シャッター待ってる感じがするんですが、はい、あ、いいですね。うんうんうん、いきますよ。はい、はい、チーズ。お、お、かわいい。どうですか。さあカメラさん、皆さん、あの大きな画面でご覧いただきましょうか。カメラさん大丈夫ですか。おー、飛んでますね。このポーズ好きですね。お好きですね、やっぱり。じゃあそれ保存していただきましょうか。はい、保存しました。はい、保存している間にじゃあ別のポーズを取っていただきたいと思うんですが、別のポーズ、はい、ちょっと見えるようにしてくれないか。さあ、いかがですか。お、すごいな。今度は頭の上に存在しますね、はい、頭の上に飛び出てますね。今どんな感じですか。頭の上に座ってますね。体操座りしてるんですね、これ。はい、また休むのがね、ちょっと好きなようですね。さあ、ではまたベストショットと思われるところで、これ行きましょう。飛行機、これがいいです、飛行機で。じゃあそこでシャッター押してください。せーの。あ、ビッグ、顔もびっくりしてますね。はい、ではそれ保存しましょう。はい、保存ボタン。はい、ありがとうございます。じゃあこちらに、はい、はい、ありがとうございました。大丈夫ですか。 OK ですか。大丈夫ですか。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ではこちらに戻ってきていただいて、はい、さあ今様々な機能をご紹介させていただいたんですが、はい、この、ミー撮影の写真、会場の入り口のデモボールにおきまして、スリムクラブのお二方のお仲間芸人さんの写真も置いておりますので、皆様どうぞ後ほどそちらも、見てみてくださいね。よろしくお願いします。はい、お願いします。以上、こちらのステージでは任天堂 3DS 本体内蔵ソフトのミースタジオ、はい、そして AR ゲームズのご紹介をさせていただきました。はい、さあスリムクラブの皆さんいかがでしたか。はい、皆さん2人しかいないんですが、いや皆さん感動しましたね。感動しました。いや DS ですらすごかったのに、もっとグラフィックが上がって、うん、そうそう、で写真とそのさっきやった現実が一緒になるっていうのが、そうそう、不思議な感じでした ね。手の上にミーが出てきて影ができるのがすごかったですね。ねえ、とってもね、忠実に。いや感動しました。楽しんでいただけたでしょうか。ありがとうございました。いやさりげないですね。さりげない。いや本当にすごいですね。はい、あと本体もなんか綺麗になって、さらになんか高級感が増して、ありがとうございました。いや楽しかったです。さあ、ありがとうございます。感動しました。いやあのゲームっていいなと思いましたね。今回は、まあ、11回目の体験だったんですよね。はい、そうですね、11回目の記念すべき、はい、あの日になったんですけども、初心者の僕でも、まあ、こんな簡単に楽しめるっていうのは、もう本当素晴らしいなと思って、ぜひ僕も、こういう何ですか、任天堂 3DS をですね、まあ、購入して、より楽しい人生にしていきたいと思います。はい、皆さんありがとうございました。うまくまとめていただきました。さあ、本日のゲスト、スリムクラブのお二人に皆様大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。本日会場内には任天堂 3DS の体験コーナーたくさんご用意しております。ぜひこの機会にご体験ください。またこの AR カードを使って遊ぶこの AR ゲームズは、この他にもたくさん様々な遊び方がございます。本日あちらの ARゲームズ体験コーナーにおきましては、ただいまのステージでご紹介いたしましたミー撮影とは別のゲームマット当てがご体験いただけますので、どうぞ皆様後ほどこのステージが終わった後あちらにも遊びに行ってみてください。
さあ、またこの後12時30分よりこちらのステージでは任天堂ゲームミュージックライブを実施いたします。それではこの後も会場内ごゆっくりとお過ごしください。本日は任天堂ワールド2011任天堂 3DS 体験会にご来場いただきまして誠にありがとうございます。